神奈川県人権ケアセンターです。下の概要欄にね、アドレス貼ってるんだけども、全国の林保館の場所をですね、地図上にマッピングした大変便利なサイトがあるんですね。まあ私が作ったんですよね。で、そこにですね、前から載せてる文章があって、厚生労働省の見解っていうものをね、載せてるんですね。この文章です。なんか変なタイトルなんですね。大阪府からの情報開示請求に基づく、厚労省回答っていうね、こういう文書で。で、ちょっと読んでみますね。質問に答えるっていう形式になってまして、まず質問がですね、林保館が対象とする利用者、住民の範囲について教えてください。林保館設置運営要項で記載されている丸1、地域住民や丸2、周辺地域住民とは、旧法、地滞在特法で定められていた、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域及びその周辺のことを指しているのでしょうか。丸1、丸2、それぞれ具体的にどのような範囲を言うのか教えてください。林保館、設置運営要項というのは、これ何かっていうと、平成14年、厚労省が、各ね、自治体に、配布した文書で、林保館はですね、ざっくり言うと、地域住民のためのね、地域住民に奉仕する施設だっていうことが書いてあるんです。で、じゃあその地域住民って何なんだっていうのがこの質問なんですよね。それがですね、厚労省の答えが、運営要項における丸1、地域住民は、同和対策事業対象地区の指定を受けていた地域や、何らかの事情で地区指定は受けなかったが、差別の実態が生じていた地域の住民を指しています。また、丸2、周辺地域住民は、丸1で示す地域に隣接する地域の住民を示していますと。なるほど。他にもいろいろね、やり取りが書いてあるんだけども、でも一番大事なのはこの部分ですよ。じゃあこれ、林保館設置運営要項、下にね、そのアドレスも貼っとくんだけども、ざっくり言うとですね、林保館っていうのは、基本的に同和地区の住民のための同和地区に奉仕する施設ですよっていうふうに言ってるのに等しいんです、これは。で、この文書ね、非公式に僕は手に入れたんです。いろんな林保館というか、部落童話地区クエストしてるんで、こういうものが、なんか林保館の人がこういうのあるよみたいなことでもらったんですよね。で、僕もこれ実際何なのかってよく分かんなかったんだけども、NHK 党のね、浜田聡参議院議員、あの方が大変面白い試みをやってまして、国会議員がね、いろいろ質問したりだとか、政府の見解をね、問うたりだとか、国立国会図書館で調べたりだとか、そういう権限をですね、ちょっと国民にも貸そうみたいな、そういうプロジェクトをやっててですね。で、それで、それを利用してですね、質問していただいたんですよ。厚労省に。そしたらですね、これは確かにね、厚生労働省が作った文書で、で、ざっくり言うとこれ、大阪府からね、なんか変な書き方してあるけど、大阪府から厚労省に問い合わせがあったから、それに答えたっていう文書で、で、これはもう今も、これが厚生労働省の正式な見解なんだっていうことなんですよ。だから、これで分かったのが、よくね、解放同盟の人なんかとかも言うけども、もう国の同和対策事業は終わったよと、同和地区に対してね、住民に対してそんな優遇なんてないよって言ってるんだけども、あるっちゅうことは嘘っちゅうことで、そんなことは嘘で、林保館には国の、国費が出てるしね、国が3分の1、都府県が3分の1、あと残りは市町村っていうふうにお金出てるし、で、その対象地域がその童話地区だってことなんです。もう法律切れてるのおかしいんですよ、未だにそんなこと、こんなこと言ってるっていうのは。何のための違憲立法なんだっていうところでおかしいんだけども、とにかく厚労省の見解としてはそういうことなんです。だから、国の童話対策事業は終わってないんですよ。やっぱりやってるんですよ、バッチリ。ということで、実はね、これ厚労省以外にもあるんですね。厚労省の管轄だと、前にもね、このチャンネルで取り上げたんだけども、例えばその失業保険が伸びるっていうようなこともやってますよね。事実上、その、林保館の周辺の、童話地区に対して、35歳以上だったら、普通だったらね、150日とかの、失業保険の、給付日数が300日に伸びるっていうのを、未だにやってるんですよね、厚労省だと。で、さらにですね、じゃあ例えば国土交通省、公営住宅はありますよね。
あれについても、本来だったらね、あの、ニコイチがね、いっぱいあるじゃないですか、部落に、まだ、未だにね。で、あのニコイチっていうのも、そこに住んでる人間っていうのは、もう、あの、十中八九、あの、同和関係者だと、あの、自治体なんかが認定したと。まあ、地域もよりますよ。地域によってはもう一般開放してるっていうところも結構多いんだけども、だけど、未だにね、事実上、その、あの、部落の住民が入ってる。で、もう表札見て、住宅地図見てね、電話帳見りゃ、もう、この名字が部落の名字だっていうふうにね、もう丸分かりになっちゃうっていうこと、まだあっちこっちで実態としてあるんです。で、それも、あの、国土交通省の責任っていうのもあると思うんですよ。あの、最終、その、もう終わらせるんだったら、もう払い下げしてですね、みんなそういう、その同和住宅っていう扱いをもうやめるっていうことをはっきりね、させればよかったのに、そういうのを曖昧なままにしてまだ置いてるんです。あと、文科省ですね。文部科学省関連だと、教育集会所っていうのがあるんだけども、これをなんか未だにね、なんか地域改善対策集会所だの、同和教育集会所だのっていう言い方してるんですよ、文科省は。まあ、厚労省みたいに継続してお金は出してないんだけども、ただなんかね、たまになんか修繕費とか言ってね、突発的にあの、同和対策の、同和教育集会所に出すみたいなことをね、あの、何年か前もやってたんですよね。うん。だから、未だにその、同和対策っていう呪縛っていうのが、まだ終わってないと。だからまあ、その事例ってはっきりしたわけです。だから、ね、あの、国の同和対策も終わったんだと。同和地区に対する優遇は存在しないっていうのは、まあそれ自体悪質デマなわけです。まあ事実なわけです。そういうの。で、なんでこんなことをするのかっていうと、やっぱりね、解放同盟の影響っていうのは多いと思います。こうやって、ね、なんだかんだで国がお墨付きをして、部落だと。ここは同和地区なんだと。特別な扱いをしてるんだっていうことを、やっぱりね、彼らが必要としてるんですよ。そういう国のお墨付きを。だからなくなったら困るんですよね、部落っていうのを、うん、だからこういうものっていうのもやっぱりね、あるべくしてあるわけです、その彼らにとってはですよ。で、そしてまあ僕として言いたいのが、まああの法務省人権擁護局で裁判所もね、同和地区の場所を言うのはプライバシー侵害だね、差別されない権利の侵害だって言ってるけども、バリバリやってるじゃないですか、国がね、これやってるじゃないですか、厚生労働省。ね。ランドマークついてるじゃない。僕は何度も言ってるじゃないですか、あの、顔面の入れ墨だってこれはって。ね。こんな同和関係の施設っていうのは、まあ、どんなへりぐつこう寝ようと、この林保館、なんとか会館、なんとか人権センターとかいうものがあるところっていうのは、ね。周辺は部落なんですよ。ね。だってこれ同和地区っていう立ちじゃなくて、なんか未指定地区も入ってますよみたいなね、そういう書き方してるじゃないですか。うん、で、これで、なんか、いや、林保館は必ずしも部落にはないとか言ってね、そういうへりくつを言うわけですよ。まあ、必ずしもないといえば、そうなのかもしれないけども、でも厚生労働省これね、同和地区を対象とした施設だって言ってるじゃないですか。まあ、常識的に考えればね、近くにあるわけですよ。ね。で、そこに出入りして、なんか相談とかしてる人は、部落民だってことになるわけですよ。こういうことをね、厚生労働省がやってるわけだから。ということで、本当にですね、この問題については、僕はまだまだね、僕追求したいことがあるんで、いや、本当に、もうちょっと手加減しちゃいけないなと。ちょっともういい加減ね、ちょっとまあ、解放同盟もね、人権擁護局も、なんか、僕に対してふざけたことやりすぎて、ってるんで、裁判所もちょっとね、埼玉のあれを見て、本当舐め腐ってるなと思ったんで、埼玉地裁の対応とかね、新潟のこともあったんで、だからこれやっぱり徹底的に追及するべきなんじゃないかと、というふうに思いまして、まあこのね、同和地区のランドマーク問題、まあ他にもありますよ、まだまだありますよ、僕としては。ここで言い切れないこともありますがね、そういうことも、まあ今後ね、徹底的に追及してみ、いこうかと思いますので、まあぜひね、このチャンネル登録してですね、経過をね、見守っていただければと思います。ということで今日はね、こういうものが、厚生労働省の見解としてね、まだ続いてるっていうことをお知らせいたしました。